ワプチャンネル。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さあ、新年最初のシリーズは野田市桜の里にあります岩名古墳からお送りしていきます。今回もゲストさんが来てくれるんだよね。野田市出身の素敵な方が登場してくれますよ。それでは見ていきましょう。こんにちは、わぴちゃんです。今日はですね、野田市の、この辺りは桜の里ですね。桜の里に来ています。で、桜の里のところにですね、どうも古墳があるらしいっていうのをちょっと、まあ前々から頭の中で聞いてたんですけど、ちょっと来てみたいなと思って初めて来てみました。じゃあ、岩名古墳映りますかね。結構もう野田でそんなに標高の高くない、標高起伏のない場所だから、古墳って言っても高々知れてるかなと思ったんですけれども、こんなにメリハリのある古墳がありまして、私も今来てびっくりしちゃったんですけれどもね。今日はここからここをスタートして自然をいろいろ見ていきたいなというふうに思うんですけれども、今日はですね、ゲストの方を呼んでるんですね。野田市出身の方でリベットボタンさんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、ここ来たことありますか？来たことないですね。あ、来たことないですか。はい、古墳ですよ。古墳、はい、そうですね、まだね、はい、全貌は分からないんですけど、はい。で、後ろにもなんか背負ってらっしゃるんですけれども、あの、なんか全国回られてるって話を伺っているんですけど、はい、普段はどんなこと？私は野田市出身のシンガーソングライターのリベットボタンと申します。普段はいろんな全国を応援ソングを歌いながら、全国いろんなところで歌わせていただいてるんですけど、はい、地域の応援ソング、いろんな食の応援ソングだったり、地域の取り組みの応援ソングだったりを、おじいちゃんおばあちゃんからちっちゃい子まで一緒に踊れるような可愛い曲をたくさん作って全国で歌っています。実は私も下調べを結構してて、こんな資料まで持ってきちゃってるんですけど、はい、ここに書いてるトマトの神様とかね、はい、あとオムライス大使とかありますもんね。トマトの神様というのは、うんうん、トマトの神様っていうのは、その高知県の日高村っていう村があって、はい、オムライスで、村おこしをしようという取り組みがあるんですけど、シュガートマトのそれが産地になっていて、それを使ってオムライス街道という取り組みを行っていて、その応援ソングがトマトの神様です。はい、で、なんかイラストレーターっていうのもすごく気になるんですけれども、うんうん、イラストもかなり描かれてるんですか？はい、そうですね、自分のジャケットだったり、そのオムライス街道のパンフレットのイラストだったり絵本とかを描かせてもらってます。じゃあぜひぜひ、はい、子どもたちに関わることも慣れてるってことなので、ね、うんうん、ぜひ同心に帰ってきて、はい、いただければと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、どうしても7世紀だったんですか、うん、私もちょっと歴史300年前、歴史すごく詳しくなくて、うんうんうん、あれなんですけど、当時はすごく古墳を作ったらしいんですよね、うん、亡くなった方を、うん、こうお墓を作ってこう飾る、こういう風に持ってね、うんうん、っていうのをやったらしくて、それだと思うんですけれども、うん、まあ、7世紀のものでどうしても劣化がちょっと激しくて今入れなくなったんですけれども、うんうん、なんか崩れちゃったりしてね、うん、昔なんかここで子供たち遊んでたらしいんですよね。古墳で遊んでた、古墳で遊んでた洞窟、あ、そっかそっか、みたいにして遊んでたんですよ。中身どうしたか知らないんですけれども、私も、ここに早速植物がありますね、うん、もうですね、ここになっちゃってますけど、どうですか、ちょっとここ触ってみて、手を切らないように気をつけてほしいんですけれども、うん、はい、あ、なんかザラザラしてる、ザラザラして硬くないですか、うんうん、食をテーマにやられてるってことなんですけど、うん、はい、ナッパ系とかってやったことあります？ナッパはやったことないですね、まだ。あ、これ実は名前がそれに関係してて、ナキリスゲって言うんです。ん、泣きりすげ、泣きりすげ、このザラザラして硬いんで、ナッパが切れそうだっていうことで、へえ、あー、なるほど、はい、本当だ、指も切れるんで気をつけてほしいんですけれども、はい、優しく触ってみると、はい、うん、結構いろんなところにありますね、この葉っぱ。あ、
そうなんですよね。で今ちょうどもうお花が割ってこうやって種をばらまいて、こんな種できますんで、だからあちこちにあるんでしょうね、きっとね。マキリスではスゲの仲間だよ。スゲの仲間はだいたい初夏に咲くんだけど、マキリスゲは数少ない秋咲きの種類なんだ。葉が硬くて鋭いのでナッパも切れそうというのが名前の由来なんだよ。このふさふさなの長葉じゃなくて、実は私このチャンネルでこれ1年くらい前から紹介したときに、はいはいはい、なんかこれゲストに来ていただいた方、はい、葵さんでしたかね、まあ、これをこうやって水浴びにして子供の頃遊んだっていう話を聞いて、はい、すごいやってくださいまして、実演してくださってこんな感じでね、うんうんうん、水浴びにして遊ぶの楽しいんだって言ってね、へ、水浴びになってるかな、うん、なってますなってます。こんな感じでね、うんうんうん、わぷちゃん三つ編み上手ですね。なんで私三つ編みできるんだろうこれも実がなってますけど、あ、本当だ、この神社でこういうあれに似てますね、うん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 、イネシデっていうシデですね、シデの木、これです。カチョウビも見て、これはやっぱり風が吹くと舞うんです、パラパラって垂れて舞うんですね、あ、ちょっとこれバラバラいけど、こんな感じで風に舞うんです、どうぞ、これがもう種なの、この丸いのが種で、これが翼で風が吹くと遠くまで飛び立つ、なるほど、へえ。イノシデはコナラ、クヌギとともに野田の雑木林を代表する木の一つなんだ。果実の穂が神棚にお供えするシデのように見えるのが由来なんだ。種には翼がついていて風で遠くに飛んでいくよ。大色のふじり、ちっちゃいお花かわいいですよね、こういうのいいですよね、しかもこの寒い中咲いてるよね、これもお花ですよ、ちっちゃい、これはなんていうの、青スズメの片びらっていう、まあ外国から来たものなんですけど世界中にあるんですよこれ今。でこのちょっとちょこちょこ出てるのがおしべで、まさに今咲いてる最中、小さいけどもうこれで満開なんですね、満開ですよね。青スズメの片びらはもともとヨーロッパが原産だったと言われてるけど、今や世界中に広がってるんだ。一年中青々とした葉をつけ花を咲かせていて、いつでもどこでも見られるんだ。いかがでしたか？立派な古墳でしたね。7世紀ってすごいよね。あれ、ワピタちゃんもここで遊びたくなってきちゃった？リベットボタンさんも爽やかで素敵だったよね。そうだね。これからワピちゃんとリベットボタンさんでどんな草花に出会っていくのか楽しみだね。それではまた次回に。